どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はエスプラトライストリンガー戦のギア解説と推奨となります。トライストリンガーは後衛武器で射程と位置角という強い部分がありますが、機動力やインク管理など問題も多々あります。そこで今回はトライストリンガーを使うにあたってつけておきたいギアをまとめてみました。初心者向けや必須級など分けて紹介してますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。よければチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。慣れないうちにつけておきたいギア。まず弓を使うにあたって武器の性能に慣れる必要があります。特にインク管理関連に関しては前衛と違って後衛の弓は非常に重要です。まずは立ち位置や慣れてない人はこちらの4つを参考にしてもらうといいかと思います。1つ目はメイン効率。メイン効率を良くすることで攻略の幅とメインの塗りの向上につながります。弓の役割としては後方からの援護射撃ですが、塗りの性能も悪くないため味方の動きに合わせることが多くなります。また試合全体を通して体を晒し続けることが多いためインクを回復する時間が短くなりがちです。そこでメイン効率をつけることにより余裕を持たせることでさらに動きの幅を広げることが可能となります。サブを使いやすくするための戦略となりますので、幅が広がりやすくなりますね。とりあえず困ったら積んでもいいギアの一つだと思います。参考程度にギアはメイン一つあれば十分なくらいです。2つ目はサブインク効率アップです。メインだけでなくポイズンミストで邪魔を意識するならつけるのはありなギアです。サブでのサポート意識が高いならいいですが、弓に慣れてくるとメインである程度対処ができるのでサブの使いどころになれるまではありだと思います。ギアはメイン1つあれば十分なくらいです。3つ目、スペシャルゲージ増加です。スペシャルの回数アップによって援護と防衛力を上げるのが狙いとなります。後衛の位置づけなので比較的塗りがしづらい位置にいることが多くなります。場合によってはスペが全くたまらないということもありますので、それを少しでも防ぐためとなります。弓自体のメインの塗り性能はいいのでスペを素早く貯めれれば防衛に備える手助けにもなります。スペが溜まりにくい方にはおすすめです。弓自体に慣れれば温存してタイミングを測れるので、慣れないうちはガンガン使って覚えていきたいところですね。ギアはメインが1つあれば十分なくらいです。 0.3 サブギア3つとかでも大丈夫です。4つ目はスーパージャンプ短縮です。素早くポジションを取ることと自陣に逃げて仕切り直すときに重宝するギアです。そもそも逃げるタイミングを覚えないと難しいギアですが、後衛はスペの抱え落ちはしたくないのもありますので、いざという時のために積んでおくといいかと思います。ギアはメインが1つあれば十分なくらいです。とりあえずつけておきたいギア。弓を使うにあたってこれはあった方がいいなというギアです。実際に使ってこれは外したくないなと思っているギアになります。1つ目は人移動速度アップです。弓を使用するにあたって人状態の時間が長いことからつけておきたいギアとなります。チャージキープがないため弓を構えるシーンが多く、何かと人状態になりがちです。特に力を発揮するのが壁裏からの攻撃です。壁や障害物を使って動く際、なるべく体を早く壁裏に戻したいところがあります。その時間を少しでも短くするために一足が重宝するわけです。ギアの数はメイン1つあれば十分かと思います。2つ目は異界移動速度アップです。逃げとポジション移動の際に重宝するギアです。逃げる際に塗りだけではどうにもならない部分があるので、移動速度自体を上げて退散することが狙いとなります。また後衛は強ポジでない限り常にポジションを変えていきたいので、それをスムーズに行うためにつけておきたいところとなります。ギアの数はメイン1またはサブ3つあれば十分かと思います。3つ目は IT インク影響軽減です。ここからは安全グッズと呼びます。安全グッズに関してはメインでつけるというよりもサブを2つほどつけるといいかと思います。基本足元にインクがない場所での戦いとなりますが、敵に攻められたりした際に少しでも生存力を上げるためにつけておきたいギアです。またジャンプ打ちで対面することが多いので、なるべく敵インク上でも対応できるようにするためとなります。必須級のギアとしては機動力の確保を重点的にカバーすることで立ち回りがしやすくなります。
けてもいいけど運用注意なギア。ここからは効果が強力なギアを紹介していきたいと思います。ギアとしては強力なのですが、つけるにあたって注意することがありますので、その点を押さえて運用するといいかと思います。1つ目はサーマルインクです。後ろからの味方のカバーを押して動くので、比較的効果が発動しやすいギアとなります。後衛から攻撃していると敵が壁裏などに隠れることが多いので、そういった時にはとても重宝するギアですね。ただし発動に注意することがあります。それは爆風を当てても効果を発揮しないということです。必ずメインを当てる必要があるので、取りこぼした相手に追い打ちをしたいという感じで使うといいかと思います。また人状態の時しか見ることができません。スピナーやチャージャー系には効果を発揮しやすいと思います。また近すぎたりイカ状態だと投下できないので、イカ人環境の今だと何かと前衛武器は見つけにくいというのがあるかもしれないですね。2つ目は復活ペナルティアップです。自分と敵が倒された時に復活時間延長とスペシャル減少量がアップするギアとなります。基本的にはデスを抑えてキルを取り続けることにより効果を発揮します。問題はアシストキルには効果を発揮しないという点です。メイン1本またはスペシャルでうまくキルが取れなければリスクを負うことになるギアとなります。弓に慣れてきてデスを抑えることができるのであれば、とても強力なギアになります。ちなみに復活時間短縮をつけてもその効果は軽減されますので気をつけましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。おすすめのギアをいくつか紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。立ち回りによってつけるギアの優先度大きく変わるかと思います。自分の立ち回りによっては相性が悪いギアもありますので、一度縄張りなどを試して実践してもらえるといいかと思います。ちなみに僕のギアは2種類使い分けてます。まず1つ目がこちらです。メインをイカ速、メインク効率アップ、人速にしてます。その他に関しては安全靴を 0.2 につけるということを意識してます。その他のギアに関しては特に気にしなくて大丈夫ですね。例えばここにスペゾを積んだりとか、そういったこともするのもありかと思います。2つ目は壁裏が多いマップの時に使うものですね。ターマリンクの効果をうまく使いたいので、イカ速は捨ててメインクを持ってます。メインクと人速で対面を意識したような感じですね。とりあえず後ろからパシャパシャ打って敵の動きを観察するというのが目的のギア構成にしてます。最近はこの2番目の方ですね、をよく使ってます。ですが弓に慣れるまでやっぱ手数とか機動力が重要だったので、最初に紹介した方を使うようにしてました。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。